海外の企業がたくさん来て、東京がよりその賑やかに経済的にも豊かになるようにしていきたい。活気づきますよね、街がね。猪瀬知事は14日からニューヨークを訪れ、ブルームバーグ市長に2020年東京オリンピック招致活動への協力を求めたほか、24時間運行しているニューヨークの地下鉄を視察しました。猪瀬知事は視察後に都営バスの24時間運行の実現に向けて強い意欲を示していました。午後3時過ぎに成田空港に到着した猪瀬知事は、今年12月までに渋谷と六本木の間で都営バスの24時間運行を実施した上で、他の路線にも広げるか検討したいと話しました。また大リーグニューヨークヤンキースのイチロー選手と会い、オリンピック招致への協力を求めたことを明らかにしました。